무망하세요. ご利用ありがとうございます。先は長そうだ。にとって俺たちはただの子供、愛情なんて持っちゃいない。これっぽっちもあいつには人間的な感情なんてない。必ず殺してやる。お前らの内輪もめなんて知るか。
新型か。
危なかった。あの女がもうすぐローズを使って儀式を始めるだろう。そうすりゃ何もかも終わりだ。あのガキもこの村も全て。だが心配ない。その前に俺がローズの力を使ってミランダを殺す。バカな親父だ。あのガキの力を知らねえのはお前一人だけなんだよ。どうぞ。やってみろよ。まだなのか。今回は何をお求めで？良き日よ。
まあ、ごゆっくり見ていってください。またお会いしましょう。まったくしぶといやつだな。おしゃべりはもう飽きたぜ。そろそろ終わりだ。聞こえるだろう？あいつがお待ちかねだとよ。時間がないんだ。邪魔するな。
よ。悪くねえ、大したもんだ、ウィンターズ。なかなかしぶといが、俺にも予定があるんだな。てめえには消えてもらう。これで終わりだ。死ね。
関わるなと言ったはずだぞ。邪魔をするな。なんだ偉そうに。ミヤを殺したクソ野郎めが。俺がミヤを殺す？あれはミヤじゃない、ミランダだ。何？奴は生体兵器だ。擬態能力でミヤに化けていた。あの銃撃でも殺せず、とどめを刺しに来たんだ。ふざけるな。ならなぜすぐに言わなかった？もし知れば介入すると思ったからだ。民間人を巻き込めばややこしくなる。なぜ俺たちなんだ。どうしてこんな目に。そうだな、わかった。お前には説明しておこう。レンチを貸せ。手短に言うと、ミランダは正気じゃない。この村の化け物たちは全て奴が生み出した。イカれた特異菌の実験場だ。特異菌？ルイジアナと同じ。なんてこった。家族を救えると思ってたのに俺は無力だ。ここからも出られない。いや、そうでもない。これを見ろ。数分前に部下から届いた。ミランダ。その先を。ローズ、まずい、行かないと。落ち着け、今は部下が監視してる。だが、奴は娘を。分かってないな。お前一人ではミランダには勝てない。俺は戻って爆弾を仕掛けてくる。エレベーターを使え。地上で会おう。俺たちで必ずローズを救い出すんだ。共にな。ああ、蹴りをつけよう。ミランダを見つけて奴を終わらせてやる。よし、それじゃあこれを使え。忘れるなよ、一人で突っ走るな。返せない。こいつはポイマーか。あいつにはもってこいだな。待ってろ、ローズ。
ゴキブリ並みのしぶとさだな。そんなガラクタでやり合う気か。いいな、ただミランダとやり合う前の肩慣らしといいか。肩をつけようか。男の大マンだよ。お前の死体も俺の訓練に加えてやるよ。おう、今も聞いた。よしんだよ。どうだ？くそ！ハハハハ！ほら撃ってこい！ハハハ！これが父親の愛の力ってわけか？アリンコみたいに踏み潰してやるぜ！まだまだ足りんぞ！悪くねえな！ハハハハ！
俺の話に乗るべきだったな。あの世で娘を待ってろ。ローズの力は俺がいただく。ミランダごと潰してな。ご愁傷様。やめろ、嘘だ。こんな奴にやられるはずは。まだ俺はミランダを。ハイゼンベルクを倒した。ミランダを見つけてローズを取り戻す。一人じゃ無理だ、危険すぎる。そこで待て、いいな、イーサン。ローズ、イーサン、応答しろ。ミア、大事だろ、私たちの娘は。俺の全てだ。私にとってもだ。ハイゼンベルクを消し、それからどうする？何か手があるのか？わからない。だがローズは助ける。愚かだな、お前は。妻に入れ替わっても気づかずに。哀れな、イーサン。お前誰だ？ローズは！やめておけ。得意金の力を持つエブリンを覚えてるか？ローズはその力を引き継いだ。いいや、あの子はエブリンさえも凌駕するだろう。あらゆるものの精神を操作できる。その肉体が欲しい。黙れ、カレ女め！心配いらぬ。ローズは復活する。この金婚は全て記録しているのだ。ただし、その時は私の娘として生まれ変わる。ローズはお前の子じゃない。どこに行った？姿を見せろ。なぜローズが誕生したのか、両親に因子があるのか。お前もまた興味深い存在だ。だがお前の力は把握できた。モルモットとして生かしておく必要もない。ミランダ、臆病者め、隠れてないで出てこい。恐れんがいいさ、死は一瞬だ。金婚はお前も記録する。お前の血は後でゆっくり研究するとしよう。夜明けが訪れれば、我が儀式は完成し、私は真の母親となるのだ。血が永遠につながる限りな。これまで長かったが、ついに我が願いが叶う。ローズをよりしろに、ようやく我が子と再会を果たす時が来た。隊長、イーサン・ウィンターズの死亡を確認。遺体の回収は断念したが、記録だけは残した。画面を共有しろ。状況を振り返ろう。俺たちはミスをした。昨夜ミアに化けたミランダを始末したが、奴は生きていた。死体にまで期待できるとはな。俺はローズとイーサンを移送した。ミランダが感染させた可能性があったからな。だが二人を乗せた護送車が襲われ、駆けつけた時にはイーサンもローズも消えていた。
イーサンとの最後の電話で俺はミランダの声を聞いた。奴が殺したんだ。報いは必ず受けさせる。クソ、いつまで続くんだ。何のことだ、任務か。全てだ。この事件を追ってもう3年だ。時間をかけすぎた。スクワットならいつでも行けるぜ。ESAA のお出ましか。さすが早いな。任務変更は？いや、変更はなしだ。ミランダを始末し、ローズを救う。ただそれだけだ。もう失敗はできない。じゃあ一暴れするか、昔みたいにな。任務開始。了解。了解。K9、BSAA の動向が知りたい。探ってくれ。了解、任せな。隊長と暴れるのは久々だな。最後はいつだ、中東か。情報任務ばかりで腕がなまった。だがおかげでミランダの狙いを知れた。ミアに化けてるってのは半信半疑だったが、頭に5発食らったのにまだ生きてるとは。君が悪い。アルファ、見てみろ。BSAA、ここまでするとは。畜生。まるで地獄だな。どうやって目標に近づく？まずはあいつを片付けないとな。援護は任せろ。さあ行こう。全員適正 BOW に注意しろ。了解。